AKB48 カフェショップナン、no. バー AKB48 ショップは日本の女性アイドルグループ AKB48 のグッズ直営店である。ここでは姉妹グループの店舗並びにカフェショップについても説明する。AKB48 劇場が開設した際、ロビーにグッズ売り場及び 48S カフェと呼ばれるカフェスペースが設置されたのが始まりである。十八 S, S カフェは2008年末に閉鎖となり、ロビーのグッズ売り場も AKB48 劇場のあるドンキホーテ、秋葉原店5階に作られた AKB48 ショップに移転する形で2009年12月8日に営業を終了した。全国各地にある AKB48 ショップはドンキホーテの店舗内に併設する形で存在していたが、2015年12月に 全店舗が閉店となっている。二千十一年七月三十日に、原宿の竹下通りにカフェを併設した、AKB48 オフィシャルショップ原宿がオープン、したが、入居ビル改築のため二千十二年一月に閉店した。二千十一年九月二十九日には、AKB48 カフェショップの一号店となる、AKB48 カフェショップ脇幅らが、 秋葉原駅ホーム下にオープンした。AKB48 カフェショップ秋葉原は2013年1月末に敷地面積を約2倍に拡張する改修工事を行い、同年2月2日にリニューアルをオープンした。その後、2019年12月31日をもって、JR 秋葉原駅周辺店舗のリニューアル計画に、伴い同店舗での営業を終了した。福岡市、 天神にあった AKB48 カフェショップ、博多は2017年1月15日をもって閉店した。大阪市、南波にあった AKB48 カフェショップ、南波も2017年3月31日をもって閉店した。姉妹グループのうち NMB48 にはグッズ直営店、NMB48 ショップがあり、SKE48 については劇場のある。 サンシャインサカ内に AKB48 カフェショップと同じ形態を持つ SKE48 カフェショップウィズ AKB48 が2012年12月9日にオープンした。その後約6年間営業して2018年12月30日をもって閉店した。経営及び運営管理については AKB48 カフェショップはアクスと フィールズが SKE48 カフェショップウィズ AKB48 はアクスとサンシャイン栄が NMB48 ショップは吉本工業と経楽産業の合弁会社である巨楽吉本ホールディングスがそれぞれ担当 AKB48 カフェショップ秋葉原基本情報カフェは全日23時まで ただしラストオーダーは22時までとなっていた。跡地は、隣のガンダムカフェが拡張され、ガンダムカフェ東京をブランドコアになっている。施設概要、AKB48 カフェショップ博多、基本情報施設概要、AKB48 カフェショップナンバー、基本情報。2015年12月時点で31店舗が存在していた。2015年12月8日に、 AKB 劇場が10周年を迎えたことを記念す。再開の日時は発表されていない。海外店舗以下の4箇所に存在する。以前はシンガポールにも出店していた。SKE48 カフェショップウィズ AKB48 基本情報施設概要、SKE48 ショップ東京、渋谷に店舗を構えていたが、2012年9月に閉店した。 NMB48 ショップ上述の店舗以外に、AKB48、SKE48、NMB48、JKT48 公式の EC サイトがある。以前は SKE48、NMB48 が直営サイト、AKB48 は、セブンネットショッピング内に、JKT48 は、楽天市場内に設けていた。2014年に、 AKB48 が国内グループのネットショップをセブンネットから撤退して自主運営に切り替え、これに合わせ SKE48 のショップを吸収、NMB48、HKT48 のグッズも取り扱うようになった。名称は AKB48 グループショップ。2020年12月1日に AKB48 公式サイト内に AKB48 単独の EC サイト AKB48 オフィシャルショップを開設した。これに伴い AKB48 グループショップは2020年11月30日をもってグッズ販売を終了2021年1月31日に同サイトを閉鎖する予定。また、これまで AKB48 グループショップで扱っていた格、 姉妹グループのグッズの販売もそれぞれのグループごとに開設されたオフィシャルショップに移された。ありがとうございます。